北朝鮮への強力な経済制裁を科し、全拉致被害者の即時一括帰国が果たされるまでそれを緩めないことが重要です。国連本部で開かれた会合で、拉致被害者の家族は、米朝首脳会談で北朝鮮に非核化の意思がないことが明らかになったと述べ、各国の大使らに制裁の維持を訴えました。